きます。いただきます。どうももう言ったな。ナナ、これは？うん、え、さっきとかいりになってるの？キュウリみんな入ってるよ。どうして？お姉さん、ピンした方が良かったんじゃないの？うん。ふりかけとかかけなくていいよ。かけてないよ。でもカツ1個でさ、ご飯ちょっとだ、あれだね、ご飯残っちゃうからカツ半分にしないと。いや、大丈夫。なんで6切れしかないんですけど、大丈夫ですか？味噌汁でご飯食べるって。いや、違う。なんですか？指導ご飯で食べる。それだけ食べるの？おいしい、おいしい。そう、ね、そう、うん、私はあんまりちょっと苦手なんで。もう、耳にかけたらせめて、うん、臭い。真似した子がいます。なあ、なあ、お前、聞いてあげる。うん、なあ、手を押さえてない人、1名。あら。なあ、選ばれました。やっぱ味噌汁。うん。最初普通の何もないご飯。こう、こう、うん、こう、はじけん。いいね、でも味噌汁の油揚げ食べてご飯食べて。なんかいい？油揚げ食べてご飯食べて。
いいなって。そういうことね。うん、あ、ないと全然食べれないからさ。全部あの具とかなくなっちゃって、あのご飯残ってたら汁とか。いいね。うん、最近、なんかお味噌汁のこれが違うね。最近そうだけど、これだとこれ違うね。ラプリンに容器を使ってるからでしょ。すごい私にアピールしてくるんだけど、何でしょう。ずっと私の顔見てるんですけど。普通に食べてくれる？もしかしたらさ、プリン食べられるか分からないからいい子アピールしてるって、うん、今から遅いさ、うん、この二人まだまだまだピー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 ね。うわ、これは足りないな。足りない。味噌汁飲んでご飯食べてでしょ。ほらなんかやばい。いいじゃん。ご飯集めて集めて。カツ丼ぶりだからね。おいしい。ソースカツ丼おいしいわ。もちゃん、なんかその器の下にわかめかなんか落ちてないかい。持ち上げたやつはこれ。あら、わかめじゃない。わかめちゃんが落ちてるよ。もしね、汁だとね、ご飯食べてから汁。わかめちゃん。ああ、なるほどね。そうですね。だって、汁先に飲んだら、あの口開けない。正解。口開けたら、ちゃぱ正解。かなでくんこぼれそうなんですけど、とってもまだついてるし。あと見て。あ、意外と合いますね。何が？ご飯とお味噌汁合うからセットなんじゃないでしょうか。いいですな。何もちょ全然綺麗じゃないのかな。諦めただけです、これ。なあ、全部綺麗に食べられる。ナナもこのワン使ったの初めてじゃないかな。うん、新しいやつ買ったの。この間は100均で買ったじゃん。え、私？うん、ナナ、うん、じゃあ、きれいにできない、全然。では、手についてるご飯。ちょうど経過したところだ。なんで経過した？書いたじゃん。うん、書いた。怪我っていうか、かゆいから書いただけじゃん。うん、書いただけについててね。そしてね、わそ書きすぎ。書かれた。じゃあ、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 ぐるっと、じゃあ、いくわ。じゃあさ、何の？
わ、おいしい。透明になったお米が出た。あれじゃない、味噌の味噌じゃない、うん、もうめっちゃ押さえてよ。おいしい。ご飯と味噌汁合う。レオ君にはプリンがありました。久しぶりのキャラメルプリン、おいしい。これ本当に好きなんだよね。でもそんなにキャラメルな味する？覚えてない。そんなに。どっちか好きっていうのは覚えてるけど、でも味は忘れた。味はやっと分かりますね。ないけどあげるぜ。全然あげたくないけどあげるぜ。レオは？レオあげた。あげたでしょ。ナナとモモの分まであげたよ。おいしい。おいしい？まあ見るわ。じゃあ見ないわ。あげるけどさ。ナナとモモにはあげたくないけどさ。仕方ないけど。おいしいすぎる。うん。うちこれ全部。ほら、押さえてね。ももこ。5時半に出れるかな。出れないか。うん。出れない。洗ったりするからね。うん。5時40分には出れるな。うん。5時35分ぐらいかな。うん。それでいいよ。フードディーだけね。夜ご飯の後に行くだけのはないかも。あるかな。うん、ある。リョウが迷子になった時ってさっき言ってた。えビッグハウスで。で、最後どうなった？泣いてたし。あー覚えてる。でもそれはさ、夜ご飯食べちゃった。うん。でもこんなくらいのにさ、行ったのは1日くらいだ。夏はさ、夏は遅くても明るい、うん、これ美味しい。なんかつ、うん、知ってる。これもう何回買ってる。これ8回とか買ってるんじゃない。50回。それは買ってない。10回行ってる。10回行ってないんじゃない、わかんないけど。5回は行ってる。5回は絶対行ってる。これおすすめ、おすすめする。めちゃめちゃ美味しいよ。おじゃあ、外にあるね。絶対ね。一つだけにする。いいですけど。なぁ、ない。あげたくないけど、あげますよ。結局は全員に当たるって。でも少ないからね。うん。でも、犬の方が多いよ。なんとも同じだよ。やっぱ
塩キャラメルじゃない。いや、普通のキャラメルの。なんかキャラメルって書いてあってもさ、プリンの下の焦げた茶色いカラメルの味するやつない？カラメルソース。うん。それちゃんとキャラメルっぽいのかな？うん。フルリーってことはないよね。いや、赤ちゃんの時とかあるよ。でも私が覚えてる限りではない、うん、夕方はあるけど夜はないかもしれない。どうした？美味しかったって。まだ食べたい。いや、今日これからお出かけだからさ、お腹痛くなってくるからさ。いつも寒って言うね。じゃあ暖房の前で歯磨いていいですから。よっしゃ。お腹ちゃちゃ待てしなきゃ。いつもね、わーってね、待ってね、はいはいね、はい、シャカシャカ知らない。東京とかのさ、学校始まってると思ったらさ、まだ自分たちまだ結構休みだし、幸せじゃない？いや、全然。だってさ、もう少ししたらじゃあ学校なんだって思っちゃうよね。まだ結構あるでしょ。まだ1週間はある。10はないか、9ぐらい。うん。あ、今日色塗るの忘れてた。明日やろう。だってもう始まってんのかな。私たち、じゃあ始まった方がいい？嫌でしょ。一生学校なしで行ってほしい。でもそしたら友達に会えないっていうのと頭がめっちゃ悪くなっちゃう。たまに休みがあるからそれがすっごく嬉しいんでしょ。そうだ、ずっと休めた日暇あったでしょ。そうだ。休みの時に紅茶の方とか楽しめる。うん。だから学校たん頑張れるんだ。うん。ピンクとピンク。うん。どうしていつも嫌だなって思うけど、学校頑張れるんだろうって思った。ピンク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 。よくするよね。で、お仕上げは？3学期に向けて買わなきゃいけないものあったっけ？お道具箱。え？いや、ないない。ないの？靴とか大丈夫だし。レオなんて上靴買ったばっかりです。雑巾。雑巾は3学期あれでいくでしょ。あ、頑張って洗ったのか。うん。で、7歳ならに連れて帰る。で、今回買うものはあったっけ？ないよね。手袋とか買ったしね。ルーも買ったしね、全部これね、ミルも買ったし。ヤンの靴革はまだつけてないけど、つくかな。一応つけてみないとな。ヤンの帽子も買ったし、100均で帽子帽子買ったしょ、昨日かぶったしょ、おとといだっけ。
つなぎてる時にかぶったじゃん、フードで行く時に。ああ、このまま字書いたかった。どうやって？かちゃんは帽子、あれ2年生くらいまでかぶれるよ靴はね、もーちゃん来年レオだし買わなきゃならない、靴は。いやいは長靴だから多分大丈夫そうだけど。あー、靴に。おお、そうだった。よくぞ。よくちててたやん。もーちゃん早く食べてよ、お出かけすんだから。で、そういえばさ、もーちゃんお尻に注射した？してない。昨日してる？毎日してる？取ってよ、自分で。え、昨日してないような感じ。してますよ、いつもね、もうあのキッチンでしてるから。キッチンはして、キッチンに出てね。うん、食って。うん、チクス。そうだよ、はい、じゃあキッチンで。食べたくないかな。あれ、なんかいっぱい入っちゃった。なになになに、下向いたの？やめてよ、ばらまかれてるでしょ。こりゃやばいよ、砂のような。なに、口開けの下向いたの？立って。やだー、ななちゃん。あと掃除機だな、これ。うん、行かないで。プリンあげない方がよかった。しかももうちょっとねしてからじゃないと口の中の黒に全部ついちゃうから。ちょっとカメラにはこういう砂みたいなやつは見えませんひどいことになっております。ひど、半分ぐらい口から出てきたんじゃない。やっぱチェリーのやつだ。そうだよ、入れすぎたと思ったらそれなの。ももちゃん早く食べて。ももちゃんは遅いです。いつまでもクリスマス気分なれよかまあ確かにね、休みだ。休みじゃねえか、あの日でさ、学校終わりだったらよかったかな。あ、ヒカキンボックスで遊ぶんだった。え？ヒカキンボックスレア以外のメンバーで遊ぶんだったって。そうだった。楽しいんだけど、ずっと前から遊びたくて我慢してた。やだ。レオ爪伸びてきたらいいんだよ。なな、仕上げしよう。なな、仕上げしたらももちゃん食べ終わるからごちそうさましよ。二人はごちそうさま。ももちゃんか。ああ。じゃあ、ななとももちゃん。ごちそうさま終わる。ああ、これ、いっぱい歯にね、薬挟まってくれないの。じゃあ、ここでごちそうさました。いいよ。でも、二人いつもみんなそういう風になっちゃうんだよな。ちゃんと揃った方が本当はいいんじゃないの。うん、ここでみんなでしょ。手を合わせてくださいって。私は見えないでいい。なな、鼻かまなきゃやばいんじゃないのこれ。はい。ティッシュじゃないから。はい。おなかもティッシュじゃないから。もちゃんにだけつけて持ってってもらえる？もちゃん早く食べてよ。めちゃめちゃ美味しかった。ここでそっかな。うん、偉いね。